はい、どうも皆さん、こんにちは。これまでの MCU の映画では、それぞれの作品で数々の名言であったり、大切なセリフというのが登場しています。今回はこれまでの映画の中で、今振り返ってみると特に重要であったセリフについて見ていきたいと思います。ストーク、You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. まずはインフィニティウォーでのサノスです。この映画で分かったこととしては、惑星タイタンとの戦いでアイアンマンはサノスと初めて出会ったにもかかわらず、サノスに関してはアイアンマンのことをすでに知っていました。そしてアイアンマンはこの時に自分のことを知っているのかと聞いて、サノスは知っている、知識に取りつかれたのはお前だけではないと言っています。この映画の脚本家のクリストファー・マーカスとスティーブン・マクフィーリーによると、サノスとトニー・スタークにはいくつかの共通点があったということになっています。その共通点というのが、この二人はどちらとも早くから宇宙には危機が訪れていて、それに対して何か対処をしなければならないと気づいていたということです。そして結果的に二人が行ったこととしては完全に違うものでしたが、トニー・スタークはアベンジャーズの戦い以降パニック発作などにも悩まされていましたが、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンではスカーレット・ウィッチの魔法によって未来の光景を見たため、それ以降さらに新たな脅威に対抗するためにスーツなどを大量に作っていきました。サノスに関してはそれよりもはるか以前からインフィニティストーンを集めることによって食糧危機に陥った生命を半分消すことにしていました。そして監督のルッソ兄弟によると、実際にサノスがなぜ知っていたのかについては、2012年のアベンジャーズの戦いがきっかけで、この時に最後トニー・スタークは核ミサイルを担いでそれをワームホームから宇宙に出していきましたが、このミサイルというのが敵の船に直撃することでチタウリの軍が全滅したため、それによってサノスの耳にも届いたということでした。次は2014年のアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンです。この映画では2012年の前作のアベンジャーズとは違って、地球外生命体の攻撃ではありませんでしたが、スカーレット・ウィッチが見せた未来を見ることにより、まだ地球外には脅威となる敵が存在することに気づいて、全世界にスーツを配備することにしました。結局この計画というのは最終的に人工知能が暴走することによって失敗に終わっていますが、トニー・スターク自身はこの時からもうすでに、地球外生命体へと対抗する手段を考えていました。次は2016年のキャプテンアメリカシビルウォーです。この映画ではアイアンマン側とキャプテンアメリカ側の2つに分かれて戦うことになりましたが、ここでナターシャ・ロマノフとクリント・バートンはそれぞれ2つのチームに分かれてしまいました。結果としてドイツの空港の戦いの場面ではこの2人は戦っていて、ナターシャがクリントにまだ友達だよねと聞くと、クリントは殴る強さによると答えています。この2016年のシビルウォー当時は特にこのセリフというのは何でもないように思えましたが、アベンジャーズエンドゲームのボーミアでこの2人は戦ってブラックウィードが犠牲になっていることを考えると、このセリフも違ったように思えてきます。この2人がどちらが犠牲になるかということを考えている時に、突然戦いが始まってクリントの放った矢が爆発して、それでブラックウィードが吹き飛んで、その隙に崖から飛び込もうとしますが、この戦いの末ブラックウィードが犠牲になることになってしまいました。次はアベンジャーズインフィニティウォーです。この映画でサノスが次々とインフィニティストーンを集めていく中で、最終的に地球を訪れてビジョンの額に収めてあったマインドストーンももぎ取っていきました。サノスがマインドストーンをガントレットに収めた直後に、ソーがサノスに攻撃をしてきて、見事ストームブレーカーはサノスの胸に突き刺さり、サノスは頭を狙うべきだったと言います。その直後サノスは指を鳴らして全宇宙の半分の生命が消えていくこととなり、エンドゲームの冒頭ではソーはすぐにサノスの頭を切り落として、それ以降も5年間の間はワカンダでサノスを攻撃した時に頭を狙わなかったことを後悔していたと思います。実際にハルクが指パッチンをした直後にサノスは攻撃をしてきましたが、そこでソーを含めた3人とサノスが戦った時によく見てみると、ソーはストームブレーカーを使ってサノスの首を狙っていることがわかります。次はアベンジャーズエンドゲームからアベンジャーズアッセンボーです。このアベンジャーズがチームとして集まったのは2012年ですが、その時にキャプテンアメリカは特に何も言うことはなくて、ただチタウリの軍団と戦っていただけでした。その続編となる14年のアベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロンでもこの言葉は登場することはなく、最後にアベンジャーズの施設に集まった時にこのセリフを言いそうになりましたが、そこでカットされていて結局ここでは言うことはありませんでした。ちなみに2012年のアベンジャーズに関してはイギリス版のポスターを見てみると、このようにアベンジャーズアッセンボーと書いてあります。
結局この掛け声はインフィニティウォーでも登場せずに、一番最後となったエンドゲームの戦いでソーのハンマーを握ると同時に言いました。 I am Iron Man. 次は私はアイアンマンです。この言葉自体は2008年のアイアンマンの最後の記者会見の場面でトニー・スタークが言った言葉でした。基本的にスーパーヒーローというと自分の正体は隠していることが多いですが、このアイアンマンに関しては映画が始まって1作目からいきなり正体をバラしています。スーパーヒーローが正体を隠している理由としては、基本的には自分の私生活であったり周りの人に危険が及ばないようにするためで、例えばスパイダーマンを例にとっても、2002年の映画でもスパイダーマンの正体がピーター・パーカーであるとグリーン・ゴブリンに感づかれてしまったため、実際にメイおばさんの家に行っておばさんを襲っていたり、 MJ にも危害を加えています。同じようにスパイダーマン・ファー・フロム・ホームの最後も、スパイダーマンの正体が全世界に知れ渡ってしまったため、ピーターの身の回りの人とピーター自身もかなり危険な状況にあると思います。このような感じでスーパーヒーローが自分の正体を明かすことはかなり危険だと思いますが、アイアンマンに関してはすぐに正体をバラしていて、スターク・インダストリーズの会社であったりトニーの自宅がよく攻撃されなかったと心配になりますが、さすがにアイアンマン3で住所まで公開してしまった時はトニーの自宅は完全に破壊されてしまっています。このトニー・スタークのセリフの私はアイアンマンというものは、その後のアイアンマン2であったり3にも登場しています。アイアンマン2に関してはアメリカの国防総省でトニー・スタークはスーツを国に渡すべきだということを言っていた時に、私はアイアンマン、スーツと私は一つだと言っています。アイアンマン3に関しては映画の一番最後で、これまでつけていた胸のアークリアクターを海に投げて車で去る直前に私はアイアンマンと残しています。そしてアベンジャーズエンドゲームで最後指パッチンをする直前にもこのセリフを言って終わりました。次はキャプテンアメリカファーストアベンジャーです。この映画ではまだ体が小さかった頃のスティーブ・ロジャースの話から始まって、彼が大きくなってヒドラと戦っていくまでの話が描かれており、その戦いの後は70年間凍りつけになっており、目覚めるとスティーブは大都会のニューヨークの真ん中にいました。そこでどこからともなく現れたニック・フューリーが説明するには、70年間氷の中でずっと眠っていたということで、それについてキャプテンはそこまで大きく驚いてはいませんでしたが、ただデートの約束があったと言っています。おそらくスティーブ・ロジャースにとっては浦島太郎のように自分が知らない間に時間がかなり流れてしまっていて、まるでタイムトラベルをしたような感じになっていたはずです。またこの最後の場面ではペギー・カーターは登場しなかったため、70年も経ってしまったということは、もうこの時はペギー・カーターは死んでしまったと思った人も多いと思いますが、ウィンター・ソルジャーで分かった通り、なんとかまだペギーは生きていて、しかし氷に突っ込む前のデートの約束は果たされることがありませんでした。その後もスティーブ・ロジャースはペギー・カーターのことをずっと思っていて、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンの時にスカーレット・ウィッチの魔法にかかった時は、第二次世界大戦の時が出てきて、そこで一瞬でしたがペギー・カーターとダンスをしていました。一応この時にスカーレット・ウィッチがアベンジャーズのメンバーたちに見せた光景というのは未来を示唆するものであったので、全ての光景というのがその通りにはなりませんでしたが、それでもキャプテンアメリカに関しては最終的にはエンドゲームでタイムトラベルをすることによってペギー・カーターとダンスをすることができたので、このスティーブが見た光景というのは現実になったということになります。またアベンジャーズインフィニティウォーエンドゲームの脚本家を務めて、キャプテンアメリカのシリーズでも脚本家を務めてきたクリストファー・マーカスとスティーブン・マクフィーリーの2人によると、トニー・スタークの死を含めてキャプテンアメリカの最後についてはエンドゲームが公開される約4年前から決まっていたということが分かっています。もちろんまだこの時は計画段階ではあったと思いますが、それでも4年前というとちょうど2015年になるということで、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンが公開された年とも重なります。実際映画の制作に関してはこれよりも以前から始まっているわけなので、この映画が公開された時にはまだエンドゲームの脚本家のこの2人の伏線などは取り込まれていないかもしれませんが、この映画が公開された年にはもうすでにアイアンマンが死んでしまうことであったり、キャプテンアメリカがタイムトラベルをしてペギー・カーターとダンスをするという計画もあったということです。まだ2015年に決まっていたということになると、まだシビルウォーも公開されていませんし、そうなってきますとちょうどシビルウォーの後を描いた来年公開されるブラックウィドウの映画というのは、ブラックウィドウに加えてアイアンマンも少し登場するようなので、エンドゲームで死んでしまったこの2人がこの時にどうしていたのかであったり、どんな考えをしていたのかということもこの映画でわかるはずです。今回はこれまでの MCU で今振り返ってみると大切であったセリフについて見てきました。皆さんはこれらのことについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していてください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。